これより第3クォーターに入ります。後半戦最初はクラブアイランズのキックオフにより再開となります。クラブアイランズキックオフキッカーは66番の西口が務めます。西口は同志社大学出身のプレーヤーです。磯野スーパースターズリターナーは1枚構えました。リターナーは35番が務めるようです。スクイブキック、ゴロキックを取りました。磯野リターン、タッチダウン。しかしここで失礼、タッチダウンには至っておりません。直前で外へ出ておりました。しかし見事なリターン、ナイスリターン。アイランズ、ここはゴロキック、スクイブキックを選択しビッグリターンを避けようとしましたが、しかしこれを裏を返すように磯野35番見事にブロックを生かしながら左オープンを独走、一気にエンドゾーンを落とし入れるかのようなビッグリターンを決めました。見事な リターンを決めましたのは磯野スーパースターズ35番高原上智大学の失礼しました、35番の東京都工芸繊維大学のプレイヤーの見事なプレーでした。タッチダウンボールがありましたけど、ゴール前5ヤードでアウトオブバウンズに出ましたので、ゴール前5ヤードから、そのスーパースターのファーストダウンでプレー再開いたします。磯野スーパースターズ、結果的に相手陣5ヤードという絶好のポジションからのファーストダウン2ゴール。そして中央でのプレー、エンドゾーン直前の地点でしかし止まっております。中央へのランプレーを決めましたのはランニングバック39番高原上智大学のプレイヤーです。磯野スーパースターズセカンドダウン2ゴール、残り2ヤード。タッチダウン、ランニングバック25番ハンドオフを受け中央突破に見せかけ、そこから左にカットワーク、ディフェンスの裏をかき左オープンを独走してそのままエンドゾーン走り込んでタッチダウン。磯野スーパースターズ6点獲得。タッチダウン決めました磯野スーパースターズランニングバック25番は宮部、北海道大学出身のプレイヤーです。ここでクロックの調整が入ります。試合時間は残り8分10秒と訂正が入りました。磯野トライ4ポイント、このキックはゴールポストに弾かれ失敗、6点止まり。磯野スーパースターズ35点、クラブアイランズ0点。
磯野、しかし結果的に5タッチダウンリードと変わります。今シーズン X3 全13チームの協賛企画によりこのライブ配信は行われております。この企画にご賛同いただいた方々のお名前を今画面上に列記させていただいております。ご協賛ありがとうございます。この企画は現在も続いております。概要欄のところにその申し込み欄がありますので、皆様ぜひよろしければご賛同ご協力をお願いしたいと思います。そして試合は磯野のキックオフで試合再開となります。磯野キックオフキッカー変わりまして18番田中が務めます。チープキック、あえて短いキックとします。これをアイランズはリターンします。しかしリターンまでのタイムラグがなく、リターンポイントは自陣30ヤード付近を超えたところでボールデッドとなりました。リターンを担当しましたのはクラブアイランズの22番のプレイヤー、リターナー堀田堀田です。京都大学出身のバイスキャプテンでした。アイランズ自陣25ヤードの地点からのファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック1番プレイヤーションからワイドレシーバー14番へのパスでしたが、これはパスターゲットポジションが合わずパス不成功に終わりました。ダウン進みましてセカンドダウンに変わります。クラブアイランズセカンドダウン10、ボールオン自陣25ヤード今度は中央へのランプレー。磯のディフェンス陣集まりよくこのランプレーによるゲイン、しかしそれでも4ヤードのゲインとなっております。ここでホイッスル、ここで審判団の判断によりレフリータイムアウトが入ります。レフェリータイムアウトを解きまして、クラブアイランズサーダウン6。ドロープレー、パスに見せかけたアンプレー、この一瞬の隙をつくように中央突破を果たしまして、アイランズファースター見事裏をつく形で攻撃権更新となりました。アイランズ攻撃権更新果たしました。ランニングバック26番は沼、大阪大学出身のプレイヤーです。
そして攻撃権更新、ファーストダウン10の状況に入りました。クラブアイランズ、ボールオンは自陣36ヤード。しかしここで磯野がナイスディフェンス。アイランズここでオプションプレーを選択し、ピッチをしましてランニングバックに左オープンのランを展開しようとさせましたが、これを磯野スーパースターズ17番が猛チャージし、約4ヤードロスとしています。見事なタックル決めましたのは磯野スーパースターズラインバッカー中川、金沢大学出身のルーキープレイヤー。クラブアイランズセカンドダウン14、ボールオンは自陣32ヤードの状況となります。パス不成功。クォーターバック1番、ここで右オープンへ出ました。ワイドレシーバー7番へのパスでしたが、これを7番キャッチミス、パス不成功となりサードダウンに変わります。クラブアイランズサードダウン14、ボールオン自陣33ヤード。失礼しました、ダウンを訂正します。サードダウン13と訂正します。さあここで好調のドロープレーに託しました。託されたキャリア26番、再び攻撃権更新を図りましたが、しかしこれは攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。ここでホイッスル。ここでウォーターブレイクが入ります。この配信は X3 ウエスト全13チームの協賛によって企画によって実現しております。この企画にご賛同いただけた方々のお名前を今画面上に列記させていただいております。皆様ご協力ありがとうございます。この企画は現在も継続中です。その申し込み欄はこの配信の概要欄のところに URL を掲載しておりますので、もしご意思ある方はぜひご協賛の方よろしくお願いしたいと思います。ウォーターブレイクときまして、フォースダウン9、アイランズパントフォーメーションを選択しています。磯野リターン、19番左にまくります。しかしここでイエローフラッグが発生している模様です。反則が発生しています。アイランズ磯野19番見事なパントリターンをしました。しかしここで反則発生、磯野の反則です。ホールディング、相手選手を掴んでいました。ファーストダウンでプレーを開始します。
反則発生地点から10ヤードバッタイという形になります。反則が発生しましたフィールドの中央付近、したがって先ほどのリターンは結果的に無効という形になります。ですが攻守交代となりまして、次は磯野の攻撃と変わります。磯野19番五十嵐、見事なフットワークで相手ディフェンスを翻弄しましたが、結果的にオフェンスのブロッカーの動きの逆を行く形になりまして、オフェンスラインマンが相手選手を掴んでしまうホールディングを犯す形となりました。しかし攻撃が移りまして、磯野スーパースターズ自陣38ヤードからファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック18番、ショットガンフォーメーションからパスを投じようとしましたがターゲット見つからず、ワイドレシーバー19番のセーフティーバルブ11番のパスでしたが、しかしこれもカバーされておりパス不成功となりました。磯野スーパースターズ自陣38ヤードからセカンドダウン10。中央へのランプレー託されました。ランニングバック25番、相手ディフェンスの隙間を縫いながら約9ヤードのゲインとなっています。好調なランプレーを展開していますキャリア25番は宮部、北海道大学出身。磯野スーパースターズ自陣47ヤードからサードダウン残り1ヤード。攻撃権更新には残り1ヤードの絶好のポジションを果たしてどのように攻めますでしょうか。さあクォーターバック18番、田中自ら中央突破を図りましたが、この判定はどのようになるのか審判の判定を待ちましょう。わずかに攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。ここはアイランズディフェンス踏ん張りました。失礼しました。ゴールデンファイターズおじさま、メッセージありがとうございます。タイムアウトの判定、リセットするのを忘れておりました。現在は両チームとも後半はタイムアウトを取っておりません。ともにタイムアウト回数残り3回に訂正させていただきました。ご指摘ありがとうございました。そしてプレーは先ほど、磯野のパントにより攻守交代となります。攻撃権はクラブアイランズに変わりまして、クラブアイランズファーストダウンの攻撃と変わります。この配信は私一人でのオペレーションによって行っておりますので、しばしばその操作ミスが起こります。その点はご迷惑をおかけいたします。ぜひ忌憚なくご指摘をいただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。攻守変わりましてクラブアイランズファーストダウン10、ボールオン33ヤード、パス不成功。まずアイランズ、ここはまず短いパスで展開しようとしました。ターゲットは7番、しかしこのパスは通らずパス不成功でセカンドダウンに変わります。クラブアイランズ自陣33ヤードの地点からセカンドダウン10。ドロープレー、中央へのランプレーを展開しようとしましたが、しかしこれは磯野アジャストし約2ヤードロスとしています。
さあアイランズサードダウン12の状況突破できますでしょうか。ボールオンは自陣30ヤード。パス不成功。クォーターバック1番右スプリントアウトから中央へのパス、ターゲットは14番でしたが密集点かディフェンスにカバーされパス不成功に終わりました。フォースダウンに変わります。アイランズフォースダウン12、パントフォーメーションを選択します。スラップミス。これをなんとか抑えましたが陣地大きく後退する形での攻守交代となりました。アイランズ結果磯野は相手陣のゴール前残り1ヤードの状況という極めて有利な状況での攻撃権を取ることができました。磯野相手陣1ヤードからファーストアンドゥオール。タッチアー。磯野ここでランプレーを選択しました。キャリア42番、このボールを託され右オフタックルゾーンを独走、そのままエンドゾーン駆け込んでタッチダウン。磯野6点獲得。タッチダウン決めました磯野スーパーサーズ42番は倉谷、神戸学院大学出身、39歳のルーキーランニングバックです。このキックは失敗、6点止まり。磯野スーパースターズ41点、クラブアイランズ0点。失礼、現在スコアの更新が行われていませんのでしばらくお待ちください。失礼しました。スコア調整に誤りがありましたが今訂正させていただきました。磯野スーパースターズ41点となっております。さあこのキックオフボールどちらが抑えましたでしょうか。幸いクラブアイランズが抑えておりましてクラブアイランズの攻撃となります。今のはアイランズリカバーでアイランズパスだ。
攻撃権はクラブアイランズとなりまして、アイランズ自陣25ヤードからファーストダウン10。磯野ナイスディフェンス。ここでアイランズはオプションプレーによりランニングバックにトスを投げて左オープンを突こうとしましたが、これを磯野スーパースターズ71番が猛チャージし約5ヤードのロスを奪っています。見事なロスタックル決めました。磯野スーパースターズ71番は井川、金沢大学出身のルーキープレイヤーです。クラブアイランズ自陣20ヤードからセカンドダウン15。今度はクォーターバック1番、自ら中央突破を図りました。フェイクを使って約3ヤードのゲインとなっています。ここで第3クォーター終了となります。第3クォーター終わりまして、磯野スーパースターズ41点、クラブアイランズ0点。攻守方向入れ替え、第4クォーターに移ります。